さあ、松戸市ですね、雨風ともに強くなってきましたけども、市民センターで簡易トイレを配布始めたという連絡が来たので、この雨の中ね、まあ、歩いて行ける距離なので行ってみようと思います。さあ、まだ雨風ともにそんなに強くはないです。そしてですね、私どうせ濡れてしまうと思ったので海パン履いてきました。やばい、本格的な上陸はだいたいこのエリアは10時から11時ぐらいって言われているので、まだまだそんなにひどい状態ではないですね。結構ね、雨が打ちつけてきます、ね、ブアテックスのシェルはこういう時無敵ですね。持っててよかった。まあまあなんだ、まあまあな風だな。今ここまで歩いてきてと思ったんですが、なんで僕は車で来なかったんだろう。みんな車で来てるのに、これ歩いてきちゃったよ。バカだな。なんかね、ボアテックスなんだけど、もう染みてきてる気がするのは気のせいだろうか。市民センターに到着しました。みんな簡易トイレをもらいに来てます。簡易トイレ配布所。すみません、お待たせしました。濡れちゃってですね。すぐ外れないようです。氏名と住所。はい、そうです。びしょびしょで来ました。声で分かった。お願いいたします。はい、どうもありがとう。ご迷惑かけますが。はい、とんでもないです。ありがとうございます。助かります。簡易トイレ。人数分もらいました。くれぐれも皆さん気をつけて。はい、怖いです。怖いよ、本当に。明日迎えられますように。さよなら。簡易トイレゲット、夜中に閉まってます。これで万が一下水が使用できなくなったとしても安心してうんこできます。ラッキー。ただし1回につき1枚ではないです。1枚の袋で複数回利用して何回か何日分かぐらいはうまく飲ませるように考えて使いましょうということでした。また明日笑顔で迎えられますように。松戸市、大きな災害も起こることもなく無事スーパー台風をやり過ごすことができました。あー、島中の屋根が飛んでる。何事もなかったかなと思ったんだけど、島中の屋根がぶっ飛んでしまいました。大丈夫でしょうか。まあ、その他は目立って大きな被害はなさそうです。気になる河川の方をね、ちょっと見に行ってみたいと思います。さて、気になる江戸川の状況です。現在の江戸川、このような状況です。やばかった、ギリギリじゃん。ギリギリだ。よかった、氾濫しなくて。土手のホームレスのおじさんの家もギリギリ残ってた。よかった。流されてよかった。だいたいですね、通常は今ある水位から3メーターは下が通常の河川の水位ですね。約3メーターぐらい水かさが上がってるんじゃないでしょうか。下にはサッカーグラウンドとか、それから野球のグラウンドがある大きな土手なので、まあ許容値はねかなり大きい方ではあると思うんですけど、それにしてもここまで水位上がりました。め
っちゃ怖い。ここは先日モバイルオフィスプロジェクトの撮影をした土手です。もう僕らが車を止めた駐車場はすっかり水没してしまいました。しばらくの間リバーサイドオフィスは閉店になりますことをご了承ください。さあ昨日の台風に備えて我が家は車でねすぐ避難できるように3日間から5日間は避難所生活または車中泊で避難するっていうことを考えて、いろいろと食料とかねお水とかを準備しておきました。だいたいどのぐらい用したかっていうとこんな感じですね。まあまず常時積んでるものとしてガスコンロとかね、それから食器類、いわゆる車中泊するための道具っていうのはもう常時積んでいる状態なので、これにプラス水ですね、ポリタンク20リットルを2つ、まあこれもね実はいつもこれぐらいの水を積んでます、我が家は。でそれから、まあ、食材ですけど、やはり日持ちがするものね、パンとかも買ってますけど、まあ主にカップラーメンとか、カップラーメンだらけやないかい。カップラーメンだらけだけども、まあ一応ね、3日ぐらいの避難生活を想定しているの、3日から5日ですね、を想定しているんで、まあこのぐらい。それから、特にまあ食材に関しては、万が一こう、持ってない人とかがいたらね、少し分けられるようにと思って、すごく余分に用意しておきまして、カップラーメンやないかい。パスタとかね、それから、いわゆる砂糖のご飯系ですね。これも10食入りを買ったりとか、それから、これなんだ?スープだ。スープ、レトルトのスープ。これも10食ぐらい買っといたのかな。それからね、これね、心休まるドリップコーヒー。で、カップラーメン。即席ラーメンやないかい。で、さらに、下に、これね、缶詰。これ、非常食用のやつです。缶パンじゃなくて、かなりね、美味しいパンですね。缶に入っている常備用の。これは、まあ、いつも普段からうちにあるやつなんですけど、まあ、この辺を必要以上に今回用意しました。理由は、万が一、こう、なんかうまく避難所とかにも行けなかったりとか、それから同じように車中泊で避難している人の中で、食材がなくなってしまったりした人がいたりしたら、あるいはご近所さんとかね、少しでもこうシェアできるようにと思って、まあハイエース乗っている特権としてはたくさん荷物が積めるってことで、かなり過剰ではありますが多く用意してみました。全く使う事態にならなくてよかったです。あとはね、いつも通りなんで、ポータブルバッテリーとかは、もう当然積んである状態で、特に今回この災害対策みたいな形で、改めて用意したものってほとんどないですね。車の中に必要なものが常備されているっていうのは、車中泊っていう旅のスタイルを続けてきて、本当に良かったかなっていうふうに感じます。さて、その他としては、慌てて積んだんでね、かなり雑な、積み方になってますけども、布団一式、まあこれも結局は車中泊するときのいつも通りの準備でしかないんだけども、枕とか、それから今回ちょっと寝袋ね、もう10月なんであったかめの寝袋を積んであげたりとかしました。それからこちらに行きまして、でやはりね大事なのは飲み水ということで、2リットルを12本、それからお茶を6本、まあ4人家族3日から5日が避難所生活、あるいは車中泊で避難を考えた時の量として、想定していますが、まあちょっと十二分すぎるぐらいの量ではあるかなとは思うので、常に、まあ、困っている人がいたらシェアをしてあげようという、そういう意識のもと、準備をしてみました。とにかく一つも使う事態にならなくてよかったです。避難することもなく、それから近所にね、大きな被害も出ることもなく、本当無事に朝を迎えられて、今、やっとこう胸をなで下ろしているというかね、ほっとしているところであります。正直、ほとんど眠れませんでした。怖くてやっぱり。
ということで、先ほど近所のね、江戸川の状況を見てもらった通り、一時避難されてましたスーパー堤防ですけど、まあ、スーパー堤防は僕の近所の江戸川にね、かかっていってくれたおかげで、あのぐらいの水位で収まったんじゃないかなと、決壊することなく。本当にラッキーだったなーって思ってます。車中泊で旅するのは大好きですけど、エースケを使って避難するなんていうのは、全然やりたいことではないので、そういう事態にならなくて、本当に良かった。それから、やはり、もう一回これを自慢したいんですが、こういう日常生活を送るための道具ね、いわゆるガスコンロだったり、ちょっとした調理器具だったりとか、っていうのが、まあ、常設されていると、常備されていると、こういう時にすぐ車1台で避難できると、ある程度の生活が確保されるというか、できるような状況が車の中に常備されているっていうのは、ものすごい安心につながるんだなっていうことを改めて思いました。しかし出動することがなくって、本当に良かったなって思ってます。まあその他は、いつも通りテーブルとか、それから椅子とかね、それからタープなんていうのも積んでるんで、まあこの辺はもしかしたらいらなかったかもしれないので、これを取り除いて、もっと必要なものを積んどけるといいのかもしれません。でも避難所生活で椅子があったりとかテーブルがあったり、ましてタープなんかあったりすると、もし長引いた時にいろいろと役に立つんじゃないかなと思ってるので、この辺もまあいつも通りでいいのかななんて考えました。というわけで被災されてしまった地域の人たちには心より、お悔やみ申し上げます。これから大変だと思うんですけども、みんなで力を合わせてまた復興に向かってね、頑張っていかなきゃだと思いますので、復興が進んだ際には、僕たちはまた車中泊でトリップすることで何か、お手伝いができればなと思っています。とりあえず皆さん生活、元の生活に戻れるまで頑張りましょう。